今回は小説家になろう出身作で、まあ、これから伸びていきそうな逆襲の作品群の予想について語っていこうと思います。実際上映されたり放映されたりしてどうなっていくのかっていうのは、まあ、蓋を開けてみないと分かんないけど、ただ伸びていくんじゃないかな、常識を変えていくんじゃないかなっていう作品群がちょこちょこあるので、まあ、その話をしておきます。まず最初に転生したらスライムだった件ですね。もう転スラはもうあさって11月25日に映画やるんですよ、うん、もう上映数が300巻超えるということで、まあ、講談社も本気出してるなって感じします。マイクロマガジン社が原作小説だけど、漫画版の講談社が結構影響力高いって感じですね。テンスラ映画は、まあ、2018年、まあ、結構ナロー叩きが盛んだった時期のアニメなんだけど、まあ、そこからちゃんと盛り返して、まあ、やっぱりこう、ナローの最先端、最終兵器として頑張ってる感じがすごくしますね。まあ、スズメの戸締まりと映画スラムダンクの中間に挟まってて、まあ、こう、話題性としては今のうち低い感じはするけど、まあ、実際蓋を開けてみたらどれだけ伸ばせるのかっていうこと自体で、まあ、小説家になろうの作品の全体に影響を及ぼすんじゃないかなと思っております。ただ話としては結構独立したオリジナルストーリーですし、まあ、ベニマルくんも結構重要なキャラですし、オリジナルキャラクターも役者の人使ってて、もうかなり本気出してる感じだから、これはいいところ行ってほしいですね。うん、まあ、テンスラ映画の売り上げ次第で、まあ、これからの小説家になろうか決まるんじゃないかなと思ってます。まあ、欲も悪くもですけど、これぶっちゃけると、角川さんはあまりなろうに力入れてない感じするんですよ。うん、まあ、意図的にこう爆発ヒットさせたくないような感じもするし、異世界カルテット面白かったけど、あれもなんか上映回数少なかったり、U-NEXT 限定だったりして、なんかあれだなと思ってるところありますから、まあ、テンスラ次第でこれからの影響が変わってくると思います。で、これからは、2023年の話しますね。もう来期はもう19作小説家になろう出身作のアニメが放送されることになってるんですけど、まず最初にもう期待してるのが、とんでもスキルで異世界放浪飯ですね。こちらマッパさんがアニメ化するっていうことで衝撃的だったし、まあ、正直不安なところもあったけど、今となってはプロモーションビデオがもう飯系で結構良かったので、はっきり言います。チェンソーマンを倒してほしいです。いや、原作のチェンソーマンは好きだからいいんですよ。うん。アニメのチェンソーマンを倒してほしいです。マッパの最終兵器だと思います。ナローがジャンプを倒すって熱くないですか？うん。向こうだ、頑張ってほしいです。はい。作品の話しちゃうと、トンスキの主人公の向こうだの、まあ、チート能力があるんだけど、多分ナローの中でも、僕が一番欲しいチート能力は向こうだの能力だと思います。まあ、それだけあいつの能力便利なんですよ。まあ、ネット通販するんだけど、それが輸送コストゼロにするからめちゃくちゃいいですよ。うん。マッパを救ってほしいですね。はい。次に紹介するのが、まあ、お隣の天地様にいつの間にかダメ人間にされていた件ですね。こちらの作品も小説家になろうに掲載されてる作品なんだけど、異世界じゃないんですよ。うん。現代ラブコメの作品なんですよ、これ。来期だとそれこそ久保さんは僕を許さない、モブを許さないと同じタイプの作品になるんじゃないかなと思います。担当してるプロジェクトナンバーナインが異世界ナロー系やっててなんか叩かれまくったから、まあラブコメに入ってきたっていう感じなんだけど、あとまあ東方アニメーションの小説家になろう出身作2作目なんですよ。1作目が無職転生だから、まあ、無職転生に続く東方アニメーションのナロー作品ってことで、まあ、その辺も期待してますね。はい。言われないとナローの作品だって気づかないような作品なので、まあ、ここら辺なんか異世界とナロー系とナロー出身作の区別みたいなものをちょっと意識させる作品の一つになってほしいなと思っております。もう一つちょっと気になってるのが、魔王学院の不適合者2期、アノス様ですね。まあ、こちらはアニプレナローの最終兵器だと思います。うん。アニプレは意外とナローについてあんまやらないんですよね。ソードアートオンラインはウェブ小説ですけど、あれは作者さんの個人サイト出身から、まあ、電撃文庫に流れてきたっていう作品ですし、アニプレが明確に関わってるナロー作品って、劣等生と魔王学院だけです。
で、最近のアニプレはダイレクトマッチングがクソうまいから、まあ、乗れればジンクスに乗れそうな感じしますね。まあ、リコリコとかボザロとかみたいな感じで乗ってくれれば熱いんじゃないかなと思います。声優変更がいろいろあったけど、その中で、まあ、結構話題性もあるから、まあ、そこに乗っていけばいいんじゃないかなと思っています。魔王学院展開も熱いしね、うん、まあ多分3クールでしっかりと終わるから、その辺めちゃくちゃ楽しみにしてます。最後に異世界はスマートフォンとともに2、うん、正直異世スマ1期はなんかクソなナロ系と、まあ、ナロ系のある意味負の側面の代表作、代表アニメだと思うんですよ、うん、まあ、ナロをクソだと言ってる人の大体のイメージはこの作品だと思うんですよ。厳密には1期のね。ただあの異世スマね、あの結構ちゃんと作れば面白くなるタイプの作品だと思うんですよ。まあ、正直一期は監督やスタジオもちょっと失敗だったなと思うし、そこら辺制作スタジオが変わってきたのがどう影響するのかっていうのもありますし、あとよく言われてるけど異世スマ2期ねロボ出るんですよ。フレームギアっていうロボットにあの主人公の望月桃也くんと柿タレの人たちがあのロボット乗るんだよ。それでこのペースでいくと水星の魔女2期と勝ち合うんだよ。うん、鉄血となんかコラボしてるマットが人気だった作品が、まあ、またガンダムと一緒になるっていうのがクソ熱いんだけど、いやまあ水星はそもそもサンライズの人たちがもうメカとして気合い入れまくってるけど、まあ、それとはまた違うなんか話題性みたいなものあるかなと思う。あとこれ本当に言うけど異世スマ2期さ、クソになろうが面白くなろうがちゃんと見ようね。人の感想は作品じゃないからね。これは本当ぶっちゃけ異世スマ2期が良作になるかクソになるか全くわかんないです。はい。ただ、あの、来年の4月も結構あの、本気出してるっていうか、まあ、ナロー出身にしろ、ナローじゃなくにしろ、異世界転生もの結構強いんですよ、4月も。うん。その中で、あの、異世界スマホが個人的にクソなのか、それともちゃんとスタジオが良ければまともになるのかっていうのは、まあ、ちょっと注視していきたいし、あの他の人が叩いてるからクソだっていうのはやめておこうね、うん、この作品だけはあの良作になるかクソになるか全く読めないけど、まあ、だからこそあのちゃんとやってほしいなと思う、まあ、ただまあ、あの作品結構主人公がいないとツンデレ系の異世界だから、まあ、そこら辺の脅威みたいなものとか書いてくれればいいんじゃないかなと思う。まあ、これの他にも結構話題作いっぱいありますからね、2023年。まあ、それこそ無職転生2期と、まあ、この諏訪3期あのめぐみんのスピンオフなんかはめちゃくちゃ強いだろうし、まあ、ここにリゼロも欲しいですね。はい。リゼロ3期4期はまだ決まってないけど、あれもやっぱりナローのいいところの一つだから、ナローから抜けてるけどあれもありますね、あの私の幸せな結婚、まあ、実写映画化も決まってるんですよ、アニメだけじゃなくて。なこれもなんか君の膵臓を食べたい以来の作品だから、まあ、そこら辺私の幸せな結婚にも結構期待してるんですよ。はい。まあ、そういうわけで小説家になろう出身作に関してはまあ意識的に応援していきたいなと思います。とりあえず11月25日が無職転生の書籍版の最終巻と転スラ映画の日だから、ここからも始まっていければいいなと思っています。はい、以上です。